はい、しんしんです。今日はですね、100均でいろいろとまたまた購入してしまいまして、それを使ってみたいと思いますっていう動画です。しんしんチャンネル。はい、一つずつ見ていきましょうか。こちらはですね、キャンドゥで買いました。近代ヘンプ、内容量約 8g、 キャンプなど焚き火をする際に活躍、小さな火種も安心して炎に育てることができる着火剤ということで、ヘンプ、朝ですよね、朝。使い方、100% 天然の麻繊維、火種を包んで息を吹きかければしっかりと火がつきますよと。ご使用方法は別売りのファイヤースターターなどで、本品に火花を散らし着火します。火種がつきましたら徐々に火を大きくして焚き火を作りますっていうような、このように、説明が書いております。これも使ってみたいと思います。キャンドゥのものになります。続いてはこちら、ファイヤースターターウッド。使い方は本品に火をつけます。で、燃えた本品の火を小枝や枯葉、ウッドスティックなどに着火させてくださいっていうようなものです。次、ヒノキになってます。内容量は約 20g で、このようなものになります。これも燃やしたいと思います。でもって、さらにですね、こちらの、ティンダーウッド、キャンプなど焚き火をする際に活躍、油分が多く含まれている天然のパイン材を使用した着火剤になりますっていうので、これも削ったり、粉出したり、燃やしたいと思います。そして、こちらはどこで買ったかな、セリアかな、セリアっぽいかな。で、全長約29センチ、約29センチ、29ミリですね、約3センチのファイヤースターターになってますと。マグネシウムの芯とスクレーパーがついてますと。と、あと、これはセリア、アルミニウム合金でできた、これは固形燃料の受け皿になります。これね、可愛くて、ちょっと買ってみました。これに固形燃料入れて、燃やす。っていう受け皿。可愛いですね。と、あと、これはダイソーで買ったプリン、銀河プリンカップショー、ステンレスでできてるものになりますと。なんとなくこれは買いました。まあなんか注いで飲んでもいいでしょうし、ここに使い方は自由です。ただ僕は、あ、なんかステンレスのこのツヤ感が、あ、なんかそそるものがあると思って購入しました。これは前に買ったものですけど、アルコールバーナーのごとくです。どんな感じになるかなっていうので、ちょっと使ってみたいと思います。使ってみたいというか、もう使ったことあるんですけどねっていう。まあ、外か。はい。これとこれと、これで、よいしょ。はい。ごとくの完成。で、これを中に入れると、このような感じになります。こんな感じです。こんな感じですね。はい。こちら、ダイソーで買った風に強いターボ式。特にね、なんかライフル銃っぽかったので、あ、なんか買ってみようと思って買ったものです。まあ、折りたためて携帯しやすいって書いてるんですけど、まあまあの大きさなので、まあ、ただ僕は、あ、なんかライフル銃みたいと思って、ただ買ってみました。それでは開封していきたいと思います。チャイルドロック。おお。いいですね、このクリック感。クリック感。30段階ぐらい使えるんじゃないですか。はい。で、ここは何ですかね。あ、あれですね、炎の調整のつまみですね。で、これで押したら、おそらくカチッとつくんであろうというところでやってみます。ん？あれ？あ、なるほど。チャイルドロック機能がついてますね。何もない状態で押せないと。これを上げながら押してくださいということですね。はい、押しながらいきます。ファイヤー。大色になりましたね。はい、こんな感じで。ターボライターですね。なぜこんな大きいことになったんでしょうか。なんかね、
打てそうな気がする。はい。こんな大きい必要はないと思いますが、固形燃料とかにこう火をつけるには、うん、いいんじゃないかなっていう風な感じです。はい。続きましてこちらファイヤースターターを開封していきたいと思います。よいしょ。はい。こんな感じ。いろいろ燃やすものをたくさん売っておりますが、僕は、まあ、個人的にですが、もうライターでつけるのが早いなっていう感じなのですが、あ、一瞬、お、行きましたね。いいですね。火花が飛び散ります。これに関してはちょっと、ナイフとか使って、切ったりとかして燃やしてみたいと思います。ん？全然燃えへんぞ。開けた。おー、いいですね。するのは難しいのかもしれないですね。よし、はい。おお、よく燃えますね、こっちの。どんだけ月がいいのか。これで一発ですね。